ブリティッシュアツアーズ 28M 便火災事故とは、1985年8月22日に、イギリスにあるマンチェスター国際空港で起きた航空事故。事故時の塗装誘導路上で燃える 28M 便、焼け落ちた機体後部1985年8月22日、ブリティッシュアツアーズ 28M 便は、乗員6名乗客131名の、 計137名を乗せ離陸滑走を開始したが、直後の午前6時12分に、左エンジンが爆発した。操縦士は離陸を中断し、誘導路上へ移動したが機体が炎上し、乗員乗客55名が死亡、15名が火傷などの重傷を負った。死者について、焼死や火傷による死亡は6名のみで有毒な、煙による死亡者が大半だった。 左エンジンの第9燃焼器が飛散し、燃料タンクを損傷、漏れ出した燃料に因果し火災が発生した。機体停止後も燃料漏れが続いたため機体にも燃え移り、犠牲者の多くはそれにより発生した有毒ガスで死亡した。また、操縦士がエンジン爆発による衝撃音をタイヤのパンクと誤認し、ブレーキを強くかけなかったため停止までに時間がかかったことや、 煙により、非常口を開くのに手間取り機内が混乱したことも、犠牲者を多くする要因となった。また、逃げ遅れの原因として、航空会社側が脱出時にパニックを想定していなかったことも挙げられており、また客室とギャレーをつなぐバルコヘッドが57センチメートルしかなく、脱出しようとする乗客が殺到しそこが、ボトルネックになっていたため、スムーズな避難が行えなかった。 後に、同様の脱出テストを、早く脱出できた者には賞金を与えるとの条件で、試したところ、本件事故と大差ない状況が再現される結果となった。乗客の位置。印が、生存者の着席位置で、色は脱出した出口を示す。×、印は、犠牲者の着席位置。ありがとうございます。